あ、オッケー。竿やる。竿ってやった方がいいかな。いいよ。少しずつ。うん。韓国の伝統料理。なんかすごい。オキアミちゃんじゃん。そう。なんだっけ、あの、オキアミと、うん、味パワー、うん、と、味パワーとサベキパワーだっけ。んだ、なんか適当にいろいろ混ぜてみた。すげえ、キムチみたい。すげえ。準備完了です。これだけ持っていく。重い。え、じゃあ最初ちょっと様子見でこれだけ持っていけば。あ、登れない。好きなソイルは何だった。動物園の餌やりみたいにやめ、やんないでよ。腹食いなさいとか。すげえ、すごいすごい、あ、すごい、ちっちゃいけど。何これ、サバ、なんだろう。サバだ、超ちっちゃい。ちっちゃい、かわいい。持ち帰りじゃないね。うん。おー、ん、すごくいい感じだね。うん、あ、来た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 、イエーイ、よっしゃ、イエーイ、イエーイ、ちっちゃ、ちっちゃいね。あ、跳ねないでくれ、やめてやめて。わあ、下も。おめでとうございます。映ってるかな、逃がしてい い, い, いバイバイ。お、お、あ、バレた。ドラグそんな閉めなくていいけど、まあでも閉めてたらいいかも。緩かった、うん、ちょっと緩かった。いるよそこに。あ、本当だ。アジ、サバじゃないか。サバか。サバだ。イエーイ。いや、いいよ。しない、うん、おめでとうございます。食べてくんないかね。サバです。しょじゃねー。すごいすごい。これ動画で撮れないな。あ、撮れる撮れる。盛り上がってるよ。暑い。ね。おじいちゃんたちしかいない。釣れた。イエーイ、イエーイ。ちょっとさっきよりサイズいいんじゃん。ね。いいね。こいつどうする？いいよ、入れてバケツ。ああ、いなくなった。いなくなった。ミナダのチビで、すごい、え、すごい、ちっちゃ、かわいい。はい、釣れちゃった。すげー。今なっちゃんにジギングの練習してたんですよね。すげー。ショアジギのやり方を教えてて、こうやるんだよって、うん、俺に交代した瞬間突っ込んできました。すげー。
する。今日のおかずはこれです、うん、豚肉肩ロース味噌漬け焼肉用過去解凍解凍。そして今日の乾杯ドリンクはこちらです、うん、よし乾杯。わー待って、すでに匂いがやばい。焼肉屋さんの匂い、焼肉屋の匂いする。美味しそう。やっぱり完成。魔法。豚肉丼、豚丼、どうぞ。でか、重っ。マジ贅沢だよこれ。贅沢釣り場飯ですよ。ご飯はいい感じ、うん、うまい、うん、おー綺麗だね、うん、これ何？キュイジュル。これなんだ？ダツ？ダツって何？なんか口がな、口長いやつ。なんかダツみたいなのいる。ゴミかなと思ったら魚だよね、うん、なんか食べてんのかな。食ってる。これについてる何かを。なんかシュマシュマしてる。なんか石台みたいなやつかな。チキタ。いや違うかな。なんだろうこれ。かわいい、うん、2匹いる、うん、なんか海藻についたなんかを食ってる、うん、かわいいね、うん、すごいすごい。え、それめちゃくちゃ小さいブリだ。イナダだ。ええ、なんかさ、すげえやたら走るなと思ったよね。そう、めっちゃ速いなと思ったの。あ、これここに溜まってんの小さいナダだったんじゃん。え、びっくりした。ごめん、全然取れてなかったわ。ごめん、いいんだけど、そう、釣れると思わなかった。ちょっと待って待って、いきなりワームに突っ込んできたね。うん、あ、待って、痛い痛い。いける。こいつ、これさっきの石台かなとか言ってたけど、小さいブリだったんだね。イナダだったんだね、うん。多分見えた瞬間突っ込んでくるから。ほらほらほら来た。見切られたね。見ました。なんかテンション上がってね。なんかすごい上がってるね、活性が。小さい頃イナダってここ、こういうとこにいるんだ、20センチないもんね。みんななんかすごいすごい、アドレナリン出まくってるけど、すごいすごい。よく見ればだってさ、本当に走り方青物だもんね。すげえ。怒ってる。逃げようとしてる。ちっちゃい。ちっちゃいな。いそうだね。やっぱここいるね。ここいるね。いきなりカニ取りの動画になっちゃった。確かに。すごい飛んじゃった。あれあれ、こんなとこもいないんじゃない。わかんない。いる？家に見える。いないよ、動いてないもんだって。ほらほら、いた。え、あ、やばい、ごめん。ほら、いた。ん、いた。ほら、いた。ほら、いる。あ、結構なんか卵持ってる。卵持ってる。メスだ。バイバイ。元気な子を産むんだよ。よいしょ。いいね。大丈夫かな。大丈夫。ほら泳いでった。よかった。